どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングは爽やかで雄大な曲いきます。こちらドーン、世界の終わりのドラゲンナイト、ドラゲナイ、ドラゲナイ、ドラゲナイ、今宵。あの曲、このちっちゃいウクレレモリモリ弾いていきましょう。この曲もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げているんです。2017年に取り上げているんですけど、今見るとですね相当不親切で分かりづらいんで、今回2021年バージョンで新たにさらにかっこよく、さらに分かりやすく、さらに簡単になって再登場でやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、なんと入門コード今日4つだけです。素晴らしい。この入門コードでこの曲できるんだなと思うと、ほんとすごいね。音楽ってすごいですよね。はい。ゆっくりやっていきましょう。後半はかっこいいバージョンやっていきたいと思います。かっこいいバージョンはなんといっても、リズムですよね。最初おとなしく始まって、サビで、EDM、エレクトリックドラムミュージックみたいな感じで、ドンつくドンつくってなるんですけど、あのムードをこのウクレレで再現してみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルでは、私音楽やってみたいなと思ってたんだけど、今までチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したんだけど難しくてダメでしたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというプログラムがあるんですよ。このプログラムがめちゃくちゃわかりやすくて簡単で、どんどん上達できるもんだから、今もう全世界中の方がガズレレでウクレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先に後になってジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触って弾いてるだけで本当にすぐできますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。さあそのプログラムのリンクここに貼り付けますよ。皆さんここです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今まで数が取れてみてきて、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲必ずあると思いますよ。はい。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。早速始めていきましょう。世界の終わりのドラゴンナイト。まずはシンプル、初心者さんバージョンから入門コード4つですよ。ゆっくりとやってみます。1、2、3、4。Fireball, 今宵僕たちは友達のように
ロン。セカオワのドラグナイガズリリリシンプル簡単バージョンやってみました。あのもうセカオワさんのあの世界観ってもうすごいですよね。プロモーションビデオ見ててもなんかもうなんかこのムードが景色がもう見えるみたいな、そんな音楽であのなんていうのかムードを醸し出すってのは素晴らしいと思います。しかも入門コード4つでしょ。わかりました今。 C と F と G7 と Am、 この4つだけでこの世界を作れるという素晴らしいことになっております。モリモリ歌っていきましょう。今聴いていただいてわかったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットオリジナルアレンジバージョンでお届けさせていただきました。これはですね、フルコーラス私全部やってみたいなと思った方、コード進行一緒ですから、ちょっとな練習して慣れてきたらフルコーラスチャレンジしてください。自分でコードと歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作るとフルコーラスできると思います。まずはでもね、今の初心者バージョンに合わせて練習スタートです。歌詞とコード出てますから一緒に動画と練習してもらって、1個目のゴール設定としては簡単バージョンの動画と一緒にガズと一緒に演奏できるようになったらファーストステップクリアだと思います。そこまでできたらまずはすごいですよね。この曲なんて言ったってあの歌の言葉がめちゃくちゃ速くてタイミングなかなかっていうかかなり難しいですよ。相当聞き込んでやっていきましょう。はい。で、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度は YouTube ガズレレ YouTube を見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、とはいえね、最初から歌詞とコードを覚えるの難しいでしょうから、楽譜的なものを見てだんだん自分の中に落とし込んでいて、いずれは星空を見ながらこれを歌う、最高だと覚えちゃってね。でもまず最初はね、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうと思う方安心してください。今ガズはですね、自分で書いたこのノートを見ながら、見てこれドラゴンナイ、このノートを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に画面にこんな風に大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の、ドラゴンナイトの楽譜を含むガズが手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックがあるんですよ。それをですね、もうその中から皆さんがこの曲面白そうやってみたいなという曲を5曲お選びいただいて、毎月5曲でダウンロードできます。すぐに練習に入って YouTube との完全連動してますからね、画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2021年改訂版のドラゴンナイト、世界の終わりです。入門コード4つ、嬉しいやつです。はい、見ていきましょう。ここ、C2 ブロック書いてあるんですけど、これイントロですね。で、こっから歌が始まるんですけど、この見てください。この言葉ぎゅうぎゅうに詰まってますから、今日は。強烈でございます。はい。だから今日はね、これはメモ書きしていただきたいんですけど、このガズのね、手書きのこの書き方がめっちゃ役立つと思いますよ。このが、点がついてるでしょ、ここ。点。これはね、良い場合、100万年に一度、これの点で拍をつけています。はい。これが参考になると思いますが、一時停止でこれ書いていってください。それか、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜をね、データで音ダウンロードしてもらうのも今日はかなり有効だと思いますけどね。はい。そんな感じで、まあ一応こうやって写しておくんで、一時停止してみてください。ここちょっと注目、2拍って書いてあります。こういうところも出てきますからね。ここ。F G7 で CCCCC こんな感じになってます。はい、とにかくこのここら辺の歌がね難しいっすよ。はい、ここワンブロック4つ簡単バージョンから出てきますね。はい、じゃあここ次サビです。
で、こっからね、もうほぼサビを繰り返すようなアレンジになってるんですけど、本来だとこの間奏の後2番が入ってくるって感じなんで、フルでやりたい方はちょっとオリジナルで書いてみてください。まずこれサビ1ですね。このね、ドラグナイト、ドラグナイト、ドラグナイト、ここ言いたいですよね。気持ちがいいです。はい。はい、で、ここがサビで。ここはね、ちょっとガズレレオリジナルアレンジで伸ばす感じのアレンジにしました。これがね、ここがすごいために溜めて、最後の盛り上がりドーンといくというイメージですね。で、最後こんな感じで、ここも止まって、最後のエンディングラスト。これかける2なんで、ここを2回繰り返して終わったというのがガズレレアレンジになっております。出てくるコード。やったー！本当にかっこいいバージョンも含め、この4つですよ。C と Am になって F と G7。これはもうウクレレ習った人がもういきなり、あのね、ウクレレ習った人が習った当日に覚える入門コードですから。これはもうマスター。もう間違いなくです。一応おさらいしておきましょう。一応出しておきます。C は下1本。わかる ?3 番目。下1本。Am は上1本だよ。上1本。F は斜めです。こことここ、指立ててよ。G7 はこことここのここの三角形。この4つだけで、このドラゴンナイトできるわけです。これは初心者さんにもすごく嬉しいんですけど、歌がちょっとやっぱ難しいからね、これは相当聞き込んでくださいということなんですけど、入門者にもこれはね、弾ければ弾けるということでございます。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングで、言いたいのはやっぱ歌ですね。この曲の歌はね、もうほんと難しいです。ほとんど裏で来てますけどね。用意は100万年に一度、太陽が沈んで夜が落とす。これはね、これ、聞き込むしかないです。あと、これ、リズムをよくこう体でカウントしながら言葉を入れていかないと、一個、一言、文字がずれただけで入らなくなっちゃったりなんかするんでね。そこがね、ハマるとね、気持ちいいですから、じっくり取り組んでいきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンもコード、出てくること全く一緒。これが素晴らしいですね。はい。じゃあ、何が違うかというと、やっぱりリズムと弾き方ですね。今日出てくるリズムをご紹介しましょう。こちらです。ドーン。アルペジオとガズペジオと16ビートと16ビートのチャ。この4段活用でいこうと思います。はい。今映ってるこの4つのリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にね、それぞれの濃厚解説レッスン動画、それぞれのリズムの弾き方解説がみっちり練習できるようになってますんで。はい。ちょっとそれぞれ見てください。一応ざーっと解説すると、イントロから A メロ1番はアルペジオでちょっと優しく始まります。で、A メロの2番でちょっと盛り上がるガズペジオで、このね、ちょっとした違い、アルペジオからガズペジオに行くちょっとした迫力の違いがこうかっこいいんですよ。ちょっとこう動画でちょっとここ確認してみてください。で、サビの1、ドラグナイ、ドラグナイ初めて出てくるところは、16ビートとかチャーを入れない16ビート、ちょっと軽やかな感じでやりたいですね。で、その、サビ1が終わった後に間奏が入るんですけど、そこから16ビートのチャで、これ勢いドーンと行きたいわけですね。このなんかどんどん上がっていって、この間奏のとこからいわゆる、エレクトリックドラムミュージック、EDM みたいな感じで、ドンつく、ドンつく、ドンつくってこのビート感を出した。この16ビートのチャは、ドンつく、タカタカ、ドンつく、タカタカ、ドンつく、タカタカ、ドンつく。こういう感じがいいと思うんですね。ちょっとこう、なんていうのかな、DJ っぽい感じって言うと分かりやすいかな。ドンつく、ドンつく、ドンつく。あのムードを出したい感じなんですね。ウクレレ一本でそれを再現するにはやっぱり、こんな感じで手首柔らかく16ビートのチャを使っていく。ワンブロックにコードずっと2個なんで16ビートのチャもダンダカチャカタカダンダカチャカタカダンダカチャカタカダンダカ。この速さでやるには手首のね、使って柔らかく弾かないとこれ無理だと思いますよ。体を使ってリズムキープ、どっしりいきたいですね。で、その後また一回おとなしくなるサビでは伸ばすでしょ。で、最後のサビでもまたこの16ビートのチャの、ドンつく、ドンつくみたいな、レイブパーティーみたいな感じ、このエレクトリックな感じが出せるといいと思うんですけど、ウクレレ一本であのエレクトリック感を出すのはね、なかなか難しくて、やっぱ、それ頭でイメージしてるっていうのは結構大事かと思います。はい。シンプルにもう決めもね、だ止まるとか、そういうのはあるだけなんで、特にこう、これといって、すごくこう、決めとかフレーズが入るっていうわけじゃないんですけど、いやでもね、それがあったら大変ぐらい、歌に精力を注いでください。この歌をね、しっかり気持ちよく歌うっていうのは、ね、相当覚えて練習してっていうのが必要だと思います。なので、演奏はですがシンプルで、その歌に、どれだけ、表現として持っていけるかっていうことを考えた方がいいかなというふうに思います。そしていつも言ってることですけど、この歌詞の内容をやっぱりね、こうなんていうイメージを持ってもらって、これすごく A メロとかね、なんか、いつも仲悪い人も、こう今日だけは、休戦して、なんか祝杯をあげよう、なんかこう未来を描こうみたいな感じのね、そのなんかこうスケール感というか、なんか世界観もね、含めて世界を、曲はね、そういうところ本当にシーンが思い浮かぶっていう素晴らしさ。それもやっぱり感じながら演奏していく。これがキーポイントになると思います。それではやっていきましょう。セカオゴのドラゴン
Night ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいバージョンやってみました。あのね、こう世界観キラキラ星が輝く夜空で祝杯をあげる、このシーンを頭に思い浮かべながら演奏するのがいいと思います。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかもう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりと
か、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のこと分かると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。